つぶつぶインターネットラジオ、目覚めよ女性。こんにちは、つぶつぶインターネットラジオディレクターのとこです。今週も世界の半分の女性たちに向けて、大谷由美子のポッドキャスト、目覚めよ女性をお送りします。それではお楽しみください。こんにちは、未来食つぶつぶ創始者、女開き天女塾主催の大谷由美子です。今月から目覚めよ女性というタイトルで放送しています。今週も引き続き、体で進んで人気上昇中の奥谷真由美さんと熱いトークを繰り広げます。真由美さん、はい、体クリエイト気楽館の奥谷真由美です。よろしくお願いします。私が一言言っただけなのに、うん、どんどん話がそうだったね。いろいろ展開したけど、うんうんうん、面白かったね。面白かったね。そう、そしてもう一回言うけどさ、うん、私もあのなぜこのタイトルを変えたかっていうと、うんうんうん、私は未来食つぶつぶを通して、うん、女開きというのを36年目になるんだと、うんうんうん、35年間やってた、うんうん、実はもっとその前から、うん、実は物心ついた時から、うん、女開きをやっていた、うん、で物心ついたのがいつかってね、自分のことだからよくわからないけど、もしそれが10歳だとすれば、うん、なんと、うん、56年目になると。女開き歴ね、そう、はいね、という私です、うんうん、ということで、うん、だからこれからの大谷由美子はですね、うんうんうん、女開きに35年間取り組んでいる、うんうんうん、まあ、いやな、年数はいいけど、うん、女開きに取り組んでいる大谷由美子、うんうん、そして未来食つぶつぶは、うん、女開きの食、うんうん、というふうに。わかる。もう本当にさ、つぶつぶを食べてる人が本当に骨盤がふわっと開いてるんだよね。もうね、そう、それはもう本当にそうなの。骨盤開いちゃうわけね。そうなの、ふわっとしてるの。だからその女の人の骨盤ってやっぱりそのふわっとしてるっていうのがすごく特徴で、ふわっとした骨盤だとやっぱ女の人ってすごく楽しいし、あの元気にあの生活できる。感情も違うんだよね、うん、気持ちもすごくふわっとして、あの優しい感じ、そうそうそう、イライラしなくなってくるの。やっぱり骨盤がキュッて引き締まっちゃってるとすごくイライラしちゃったりするんだけど、ふわっとしてると、そうそう、だから今回私がここまで思い切ってね、うん、あの変えてっていうのは、真由美さんと話、ここのところずっと今年話してて、うんうんうん、ねえ、男がこう考えたエクササイズとかは、うん、要するに腰締めちゃうから、そうなんだよ、女には有害だよって話聞いて、そうだよっていうことで、そうなんだ。例えばさ、エクササイズもそう、例えば姿勢とかもそうなんだよね、立ち方とかさ、歩き方とかいろんなのあるでしょ。でいろんなのがあるわけで、えこれやると生理をちょっと調子悪くなっちゃうんじゃないって思ってたどると、大体考えた人が男なんだよね。そう、でもそれが実は体のことだけじゃないって、うん、私はずっとそれ感じてて、うん、で特にこうほら、あの自己啓発とかでも、うん、その男と女って全く役割が違うのね、うん、この世界に、うん、なんかそれがまずはさ、うん、全然忘れちゃったでしょ、私たちは、うんうん、忘れちゃってる。オスとメスがさ、同じ役だったらさ、許しようがない、うん、そうだよね、片方だけでよくなっちゃう。メシベとオシベが同じ役だったらね、で、うん、メシベとオシベなのか全然違うでしょ、形も違う、役も違う、うんうん、それなのになんで男と女が、うん、なんかこんなにもその自分は何者かを忘れちゃったのかっていうのがすごい不思議だったんだけど、うんうんうん、で私は女だから、うん、女って何かっていうことをずっとこう探してきたんだけど、うんうん、でも最初は知らなくて、うん、世間一般でいろんなことやってくと、どう考えても男っていうのはやっぱりこう、私のこのね、何十年かの中でいくと、うんうんうん、どっちかというと本当にこの世界、物質世界をこう本当に構築していく力、うんうん、なんか物質をこう本当に無限のところから、うん、こんなに楽しい遊び場である物質世界って、うんうん、このね、世界を三次元世界を作るっていうことに、うん、本当に物理的にこう、うんうん、貢献するために出てきた存在だから、うんうん、すごい物質的だし、うんうん、原生的だし、うんうん、瞬発力があって筋力があってっていう、うんうん、そういう人で、うん、で達成感とか、うん、あとこう、なんか構造的システムの中にはまって命令されるの得意とか、うんうん、そういう人なんだよね、うんうんうん、でも女って全然そういう役で出てきてないから、うん、それ全然ダメだと思う。そうだね、私もさ、その体のことをやるまでは、私はさ、そんなにこう女っていうのを意識してさ、うん、なかったわけよ、うんうん、でも女であることもまあそこそこ楽しんでんなぐらいの感じだったんだけど、うんうん、やっぱり体を見るようになって、
あれこの体の使い方は女には向かないっていうのがやっぱりいっぱい出てきたんだよね。そうなんだ、うんうん、私は生き方として、あ、特にあの例えばこう、うん、単純に生理的なこととかを見た時に、うんうん、こうなんかね、体の生、うん、生理とかが、うん、生理痛があるとかっていうのを、うん、結局婦人科医なんか何も治せないのに、うん、なんかやってくるとか、うん、すごいおかしいなとか、うん、なんかこう自分の体のこと、女の体のことを何にもわからない人が、わからないのになんか支配してるのなとか嫌だとか、うん、そういうことがすごく思って、うんうんうん、なんか違うな。で自己啓発とか言っても、うん、なんか女はそんなこと望んでないっていう方向に、うん、なんか頑張らされちゃって違う人になっちゃったりとか、なんか狂っていっちゃう人も多いし、うん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 、だからまみさんの話を聞いた時に、うんうん、あ、体で起きている、そのまみさんが体で知ったことって、うんうん、全てに当てはまる。そうなんだね、そうだよね、そうだと思う。でもそれで役割がね、私は それを具体的に、うんうん、先週言ってたそのね、うん、あそこまでやるんですかみたいな、うんうん、その楽しく遊ぼう会をやっているのを、うんうん、でもそれだとただ遊んでるだけで表面をゾロ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 言ってるだけで、うんうん、もう本当に知りたいのはそんなことじゃないだろうって思いが、だから私が得したのは、うん、みんなに言ってるようなつもりだけど、うん、私は本当にこの世界のことを知りたくて、うん、そういうことをやりたくて、本当にそういう人でありたくて、うんうん、そういう状況で、うん、響き、人と人が響き合って、うん、こうお金は使いこなすけどお金に振り回されないような、うん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 、そういう、そして人間関係が喜びに満ちているような世界に住みたいってことを、うん、結局その活動を通してこうその源というかこの宇宙に対して言ってたんです。うんうんうん、だからそうだったらこの札どうじゃないけど、うんうんね、できたのがあのつぶつぶだった、うんうんうん、最初びっくりした、うんうん、雑穀って何のこれそうなんだね、なんで私が料理するってことになったのみたいな、うんうんうん、なんで私が畑、え、うん、雑穀の方、うん、畑みたいな私は作る人じゃなくて食べる人で、本当食いしん坊だったから、うんうんうん、あ、でも途中から、あ、そこまで要するに徹底した食いしん坊で、うん、徹底したそういう探求者だったから、うんうん、こいつにやらせるといいんじゃないかっていう、うんうん、なんかこう突然ね、あ、これだっていうピピピっていう、こう全体社会潮流として、なんかこうバラ、何でもそうじゃん、男とどっちがいい悪いじゃなくて、さっき言った正反対のエネルギーを持っているものがお互いバランス取ることでいいんだけど、ある時期こうこの現象世界っていうのをどん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 こう進化させるっていうことの方に力を置こうって決めたんだよね。もうちょっと置いといてそっちに行こうって言って決めたけど、それですごいいいことがいっぱい起きて、あ、素晴らしいと思ってたら、ちょっとまずいことも多いんじゃないってことで、今ちょっとバランスを取ろうとしている時、そのバランスを取る潮流の中でこういろんな今までとは違う動きをする人たちっていうのがこうどんどん動いて、なんかそのキャッチして動くんだけど、私のその思いとその全体の潮流がこうビビビビビってあって、で、あ、なぜか雑穀係、なぜかお料理係になっちゃったっていう感じだけど、私はずっとなんでその料理やってたかっていうと、あ、でも最初は料理を知ることで雑穀の歴史、雑穀というものが突然消えてしまった、こう民族のさ、だってその民族はさ、何千年間も万かもしれない年代、ね、脈々と養ってきた主食の穀物がさ、たった数十年の間にさ、あることも忘れられるってすごい変だよね。変でしょ、すごい変。それが一番、あ、やっぱり変だ。それまでね、私が感受性が強すぎるから、いろんなことが変に見えて、こうやたらやだやだ少女じゃないけど文句ばっかり言って、私が変なんじゃないか、感受性が強すぎるんじゃないかと思ったり、もうちょっと気にしないで生きればいいんじゃないかとかね、思って、まあ半分はね気にしないで生きてるところもあったと思うんですよ、楽しくやってたからねでも常にそこを思ってたのが、あ、それを知った時に、え、これおかしすぎるよね、私生まれてから一度も冷えもあも気分も知らないんで、でも私が同じ頃に、私と同じ年代の、私が二十歳の頃にそれしか食べてない人がいる日本があったとか、なんかクラ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 とかして、この世界ってすごい情報封鎖、私ってなんかすごい狭い情報の中で、すごいなんかこう隔離された中に生きてたんだなって、びっくり。あ、じゃあもうこれはとことんこのね、
だってもう本当に、ね、田植えだなんとかだって言って、うんうんうん、もう民族の食とまで言って、うん、もうルイルイと食べてきて、うん、それが忽然と消えてしまうっていう、うん、じゃあ一体何が起きたのかを知ると、うんうん、このなんかいろんな矛盾に満ちた変なことはやっぱりきっとそれが消えたように変なんじゃないか、うんうん、でもまずは雑穀を探求しよう、うん、そしてそれを具体的にその頃やられてた本当の消えてしまったものをこう今、要するに解雇趣味じゃなくて今消えてしまった感じの気持ちで生きたらどうなるのかをやってみたら私のなんかね望むことになるのかなと思って、でひたすらそれで雑穀を探求し、でもそれは食べるもんだからね、でも考えてまた気が付いて、私って食べるってさ、うん、自分じゃないものを自分の体に入れるってすごいことですよね。そうね、うん、でしょ、うん、すごく無防備だったな、うん、なんであんなに無防備に食べていたんだろう、うんうん、自分じゃないものを体に入れるのにって思いませんよね、うんうんうん、そうね、やっぱりもっと警戒心があってもいいよね。いいよね。だから喉って私だからでもね、結構ね、関所の硬い子で、コーヒー嫌だとか、なんかちょっと小骨になる魚嫌だとか、じゃあもともとそこはあったのね。そうだから本能的かも結構、うん、そうかも、関所が硬い、喉、口がか、なんだろう、喉が硬い子だって言われたんだけど、親から錠剤とかほら食べてると、もうこ 水10杯飲んだのにこれだけ残っもう喉が拒否して無理やりここに残してて水だけの飲んで、で親も呆れて、お前10杯水飲んでどうして入んないのって一生懸命砕いて砂糖まで出て入るみたいな感じまでするくらい、だから炭酸刺激物嫌だとか、コーラなんか見てもだからもう嫌いなものもたくさんあったし、すごい警戒心が強いっていうか、生理的にはすごくさっきのなぜか知りたくなっちゃうのと同じ、そう、ね、結構警戒心強かったから、そういう感じで、そう警戒心が強いって実はすごい野生的なんだよね。野生って今日のつぶつぶニュースをお届けします。大谷由美子のブログがアメブロ公式ブログに認定されました。ブログタイトルは女開く女輝く天女の食と生き方のレシピです。新しく由美子の女開きメールというメルマガもスタートしました。大谷由美子アメブロで検索してみてくださいね。女開きメールの登録もお待ちしています。それでは引き続きトークをお楽しみください。そういう感じ、そう警戒心が強いって実はすごい野生的なんだよね。野生って結構ちゃんとさ、そういうの感じてるじゃん。そうだったよね、なんかワイルドって何でも OK なふうにみんな思ってるけど、逆ワイルドって本当はものすごく警戒心が強いんだよ。そうだから警戒心が強い子は例えばなんか細かい子じゃなくて実はワイルドなんだよね。すごい、そうそうそう、だから私きっとじゃあワイルド、神経質な子だって言われたんだけど、それはワイルドだ、ワイルドだったんだ、すごいワイルド、そう言ってくれれば随分私の性格変わったから、ね、神経質っていうからさ、神経質っていう入っちゃうもん、ね、入っちゃうよね、わかるわかる、ね、だけど野生の動物たちは自分が食べたら死んじゃう草とかそうじゃないのちゃんと分けてるじゃない、それはちゃんと選んでるわけよ。そう絶対さ、気をつけてるよね、そうそう、あの人たち新しいもの言ったら神経質なわけよ、それって新しい子のは絶対こう気にしないし、そうそう、そう寄ってかないでしょ。でもこんなに無防備にボンボン、でも私は嫌だったし、うちの千代菜子もね、シーズとか突然米屋が置いてって、でこれ切って食べるんだよなんて、石鹸見てる嫌だとか言ってオラ嫌だとか言ってる、なんかこう、でも私もそれ食べる、これ食べるの、もうなんか嫌だなと思うことが多かったから、だからそういう意味ですごい本能とか自分を守る力は強かったけど、それでも途中からどんどん頭の方が勝っていってしまって、さらにこれがいいんだいいんだいいんだって言ってくるから、なんかすごいチーズなんか全然美味しいと思ったことないのに、なんかピザというものを食べるというライフスタイルがかっこいいからとか、まあそれしか出てこない、そういう場にいるからって言って、なんか食べてるうちになんか美味しくないんだけど美味しいような気になって、なんかね、美味しくないものを美味しいっていう感じになってくよね、なってくよね、なんか雰囲気で、でこれ美味しいと思う方がいいんだろうなみたいな、そうあでもこれが生き方にも起きてるなっていうのをいろいろ感じながら、わかる、わかる、でそんな感じでもうなんかこう自分の中にすごい実際葛藤があったわけね、何しろだって
まゆみさんよりも上だから、うんうん、ケチャップもなければマヨネーズもない、ね、冷蔵庫もなければテレビもないみたいなところから突然のように押し寄せる、うんうん、怒涛のように押し寄せる新しい、うんね、ですでみんなはそれが素晴らしい、それを食べるようになったら健康になるとかって言われたのに、うんうん、全然嘘で、そうだね、年々あれあれあれみたいなことが起きてきて、うんうん、とうとうアトピーとかね、うんうん、私がだってまだ20代ちょっとの頃にもうそういうものが出てきて、うんうんうん、これやばいんじゃないって思わない方がおかしいし、うん、実際私が30頃ってね、テレビつければ、うん、あの放射線照射のジャガイモがとか、うんうんうん、こういうハマチの骨が、ま、もうその頃から曲がってるとか、うん、こういうものが危険、ああいうもの農薬がとか、うん、なんとかってもうずっとね、うん、危険なさつまいもがなんとかとかずっと言ってるの、うん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 、で、そうするとみんな言うんだよね、あのその頃ね、一番最初の子は保育園とか行ってたんで、うんうんうん、そうするとこうママ友達がね、うんうん、テレビ見るたんびに夫があれ買ってくるな、これ買ってくるなって言うのよね、うんうん、でもそんなこと気にしてたら生きていけないわよねって言ってである時分かる、そうそう、それでね忘れたふりするんだよね、うん、しょうがないからだって、うん、それ以外の料理知らないんだし、うんうん、そんなことみんな食べてるし、うんうん、みんな食べてるしそんなこと言ったってしょうがないじゃないって言って、うんうん、でもねやっぱ怖いと思ってるから、うんうん、どんどんね溜まってくんだよね、その、うんうんこれ食べてるとまずいんじゃないかな、うん、恐怖みたいな、うん、体悪くなるんじゃないかなっていうのがね、うん、なんか檻のように水落ちあたりに溜まってるなっていうのが見えるわけ、うん、私嫌だなと思って、うん、それやめようって言って私は生き抜けたっていう感じで、うん、そういうのしたかったけど、うん、どうしていいか分かんなかった、うん、ただ口の固い子だったから、うん、ちょっとこうコーヒー飲まないとかいろんなことがあったので、うんうん、でも砂糖大好きだったよね、うん、そうなんだ、糖分好きだからさ、うんうんまあ、騙されちゃってね、うんうん、甘いもの大好きで、うん、もうあんこお弁当箱1個1人食べて怒られたりとかすごいねいやもうすごいもう鋼鉄の胃袋というぐらいね、うん、もう下痢もしたことなければちょっと強い子だったんで、うんうん、でついついそっちには行ったけど、うんうん、でもまあ硬い子だから助かってたけど、うんうんうんもうだん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 そういう情報がぐちゃぐちゃになって私でさえそういう情報でずれていっちゃうけど、うん、みんながそういう偽情報の中にポンと入っちゃって、うんうん、なんかこう関所が全然、うんうん、もうガラ空きの、うんうん、関所役人もいない関所みたいになっちゃってですね、うんうん、もうボンボン何でも入れて、うんうん、これ病気になるよね、うんうん、で2つだよね、うん、やっぱりそう恐れと、うん、その なんとかたまった恐怖心と、うんうんうんそれと現実的なその物理的毒と、うん、それがなんかすごいどーっと溜まってこのまま行くと病気になっちゃうよねみたいな、うんうんうん、なんかその頃まだねあのそこまで自分で食のことやってないから、うん、思わないけどなんか変だななんか変だな、うんうんうん、で特に大学の頃でなんかね、うん、豆腐がこれ危険 A 普通入りでもすごい危険だった全てみたいなことが言われて、うんうん、ずいぶん食べちゃったけどとかね、うんうん、あのインスタントラーメンがまずいとか言って、うん、ずいぶん食べちゃったけど、うん、とかいうようなものがいっぱい出てきて、うん、みんなでほとんど危険は言うけど、うん、解決を言わないんだよ。そうだね。だからその時分かったの、危険情報だけ言うんだったら言わない方がいい、うん、確かに。いやだって危険な気持ちが溜まってちゃう。そうで解決法ないの、うん、だから私は決心して、うん、危険なことを言う、要するに本当の情報を出すときは、うん、解決法とともに出すんじゃなかったら出さないっていうふうに決心した、うんうんうん、だから私も体レッスンするときにさ、体を変えるときに体が変わるところしか絶対言わないの。でもみんなそれはさ、そんなこと言ってガーンってなることばっかりなわけ。例えば背中が丸いとか、ね、あのね、そんなこと言われてもってことを言ったりして、みんな結構ああショックってなるけど、それは私が言ってるものは全部変えられるから言ってる、うん、そうだよね、うん、変えられるから言ってる、ね、そう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 。でもうやってもできないようなことは一切言ってないっていう、そこも共通だった、ねね、そうなの、人があの楽しくなくなるだけだから。そうだからもう本当に解決方法がないんだったら危険なこと言わない方がいいだろうなって、うん、じゃあなんでこんなにただただ危険危険って言いながら解決法もないことを平気で言ってんのかな、これはもう精神的に人病気にしちゃうなと思っていたけど、うん、そしたらどんどんだんだんこういろんな研究が出てきてね、うん、こうネガティブなことを考えると病気になるとか、うんうん、で実際私はね、ここまで今まで食べたものと違うことをやるんだから、うん、まず自分で人体実験っていう感じで、うんうんうん、でまあこれがいいと、うん、究極の自然食じゃないかと言われるものをこう穀物として食べてやってみたときに、うんうん、全くそういういろんなとこ調べていったときに、食を変えても同じ食してるのに健康になる人とならない人がいたんだよね、うんうん、でなんでだろう、食にそんなに力があるんだったら絶対みんな同じになってるはずなのに、うんうん、そこで気がついたのが、そのよく観察、また観察したの、うん、常に観察大好きだからね。で観察して
で違いが分かった、うん、であのすぐ治る人は、うん、大体ねそんなに正確にやんなくても治るの、うん、なんでかっていうとこの病気になって、うん、職を変えなきゃっていうきっかけの時に、うん、ああ自分はなんか随分勘違いしてたなとか、うん、あ間違えちゃってた、うん、もう自分が間違えたからこんなことになっちゃったけど、うんうん、本当のことしてていやーよかったそっちやろうみたいな、うんうん、そういう人はね、うん、要するに意識の向きがベクトルがヒュッと変わっちゃった人っていうのは、うんうん、まあそこそこやるとどんどん治っちゃうのね、うんうん、だから私なんかやったらどんどん元気になっちゃって、うんうんうん、でそうじゃない人が、うんうん、ね被害者だと思ってるの自分あみんな肉食べてみんなこうやってるのに、うんうん、なんで私だけ病気になっちゃうの、うん、あその人だって肉食べてこの人だけっていうような感じで、うん、こう自分を被害者だと思って、うんうん、でも怖いからなんとか自然食するけど、うん、ずっと怒ってるのね、うん、でどうしても我慢できなくて食べちゃったりとか、うんうんうん、あるいは一生懸命こう作ってくれる家族に文句言ったりとかして、うんうんうん、で治ったら、うん元の生活に戻ろうとしてるの、ね、ずっと、うん、だから意識がもうずっとこう被害者意識とこう恨みと怒りともうずっと入ってるから治んないの全然、うんうんうん、で見てあやっぱりこう人を病気にするのは食もすごい重要だけど、うん、意識も重要だっていうのをそっから思ってそうだね、だから自然食を間違えて我慢してするならしない方がいいってことに相当早く気がついたんだよね、うんうんうん、ああそっかそっかそうだったんだでそれでだから自然食をこう無責任に進めることが自分はすごく嫌だなって、うん、自分はまず実験してみて、うんうんうん、そしてその食とかいろん、うん、もう何しろあらゆる自然食を見たり、うん、そこのやってる人を見たり、うん、あらゆるものをしたり日本の伝統世界を見たりした中から、うん、本当に効果のあるものだけ、うん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 、そして実際に やれること、うん、そうだね変じゃなく生活にはまることだけをこう本当に構成してみて、うんうんうん、やってみて生まれたのが未来食事なるほどなんだよねだから、うん、でも私は決してその頃は仕方ないからなんかなんで料理当番になっちゃったのかなって料理当番、ね、思ってたけど、うん、でも気がついたの、うんうんうん、これしか道がない、うんうんうん、ここまでこう行き過ぎてしまった、うんうん、そのこう男性型の物質、うんうんうん、こう暴走型社会になっちゃって、うんうん、肉体もそういういろんな変な食とか思いでガチガチになっちゃってるのを、うんうん、生理的にほどくっていう力が、うんうん、この伝統の穀物っていうかもう、うんうん、まあ自然のシステムがさあお食べって言って私たちにおっぱいのようにくれたこの、うんうん、これを、うん、要するに赤ちゃんが母乳飲んだら元気になるように、うんうんうん、わーってそれを食べたら、うんうん、そのそういうものがねこうなんだろうただ単に栄養があるから健康なんじゃなくて、うん、自分の中のズレがこうなんだろうシャカ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 ってなって、うんうんうん、で動き出して、うん、溜まってた余分なものがギュッギュッと押し出されて、うんうんうん、こう体が動き出すって感じ、うん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 、そしてなんかそぎ落とされて、うんうん、ゴミが知らない間にどんどん出ててそぎ落とされていくような、うん、そういうすごい力を持った食べ物っていうのが、うんうんうん、食べ物ってそういうすごさだからなんかこれからの成分が栄養とかじゃない、うん、なんか存在としての凄さが雑穀にあるってことを途中から気づかされて、うんうんうん、ああだから私は料理当番でも引き受けられたんだそうだねきっとねただのお料理当番だったらやっぱりやってなかったと思いますやってなかった、うん、でもじゃあそれが最後に猫、ね、のとこ言葉にしたのが、うん、あっナミさんがね、うん、たまたまね何年か前に女びらきひな祭りとか行って、うん、でもそれも私の、ね、冗談と趣味だと思ってやってたんだけどそうだ、ね、そうそうあ女びらきの食だからこれがやってきて、うんうん、でこの宇宙的っていうかこう人類的潮流としてこう偏った男、うんうん、性、うん、それは悪いわけじゃないけど、うんうん、ある時活躍したけど今はちょっと退場しててちょっと脇にいてほしい、うんうん、でもその代わりに次のエネルギーがこっちが来ないとこっち退場できないので、うんうん、この出ようとしている女の性質というか、うんうん、女のエネルギー、うん、でも長いこと物質の社会の中で眠っちゃってたでしょ、うん、そうねだからね忘れちゃってんの本人も、うん、そうだと思う自分の役を、うん、だから目覚めようなのそうだねだからあなたにはすごい今女性に全ての女性世界の半分、うん、半分の女性今まで男性が半分の男性がすごい頑張ってこんな夢のような物質社会を作ってくれたんだから、うん、もうそろそろその男性たちにご苦労様って言って、うんうん、もうその素晴らしい
こう構築されたものをよりよく使って、うんうんうん、もう調和の世界に導く、うんうん、ねゴミを払って、うん、こうね男性たちを癒しながら、うんうんうん、よりそのなんて有機的なも、うんうんうん、生命と物質が融合したようなものに、うんうん、もう一度生み返っていくっていう仕事を、うん、女性たちが今からするっていう潮流の中に、うんうん、私いたんだってことで、でもそれはご飯食を変えて細胞を変えないと、うん、脳も細胞でできてるから思考が変えられなくて、うんうんうん、思考を変えられないと生き方を変えられないから、うんうん、女開きはできない、うん、女開きのもとが、うん、未来食つぶつぶだったってことに本当に、はあそうだよかった、うん、みたいな感じで、もう思いっきり言っちゃおうみたいな、うんうんうん、今までちょっとねご飯だよとか、美味しいご飯だよとか言ってちょっとずつちょっとずつ手繰り寄せて実はね天女とかさ、実は女開きとか、うんうん、実はねとか言って、うんうん、もうちょっと目覚めてねみたいな、うんうん、すごい遠回しにやってきて、うんうんうん、結構気が長いなって私は思ったなんてこあでもちっちゃい時から根気強い子だと言われてた、うん、なるほどね、ですごく根気強い、うん、であともこうほぐれた糸をほぐすっていう、なんていうの、うんうんうん、絡まった糸をほぐすとか大好きだったの で、うんうん、で根気強くそれをほぐしてきたなと思うけど、うんうんうん、それしなくてよくて、うん、女開きって言っていい時代が来た、ね、私の時代とか言って喜んで、うんうん、だからもう早速ブログから何から変えて、うん、もうインターネットラジオも変えて、うん、目覚めよう女性、うん、もう女開きをもうとことんね、まゆみさんやこうね、まつりこさんたちと、うん、さらにさらなるゲストたちと、うん、本当に女性の世界の半分の女性が本当の目覚めを起こすためのトークをやりたいよね、うん、やりたいねということで、うん、とうとう長すぎて、あらいい加減やめろと言ってきたので今週もここまでで、はい、来週引き続きよろしく、はい、じゃあね、ありがとうございました。